名もなく貧しく美しくは、第二次世界大戦終戦後の困難な時代を実話に、基づいて描いた日本映画である。1961年1月15日公開。東京映画制作。東方配給。平映は、銀座の恋人たち。松山善造の初監督作品である。2007年8月19日、NHK ハイビジョンで放送。 主婦のアキコは幼い頃に病気で聴覚を失っていたが、老学校で手話を学び、人の唇の動きを見て会話することもできた。第二次世界大戦の末期に、アキコは空襲の焼け跡で赤ん坊を保護し、突ぎ先に連れ帰った。だが、冷たい家族は、アキコの留守中に赤ん坊を、孤児の収容施設に入れてしまった。終戦後に、夫と死別すると、アキコはすぐさま実家に帰された。 母親の玉は優しかったが、姉や弟は、出戻りの秋子を礼遇した。やがて秋子は、老学校の同窓生である、片山道夫と再婚するが、生まれた、最初の赤ん坊は、深夜の異常な泣き声を聞き取れず、死なせてしまった。秋子と道夫は、路上の靴磨きで生計を立て、やがて息子の一郎が生まれた。道夫は印刷所に食事校として雇われ、 アキコは裁縫の内職と育児に励んで、一郎は健康有料児として表彰された。しかし、小学生になった一郎は、両親の障害を理由に、友人とトラブルを起こすようになった。アキコの母親のタマは、アキコ一家と同居するようになった。アキコの弟である高一が身を持ち崩し、実家を売り払ったためだった。刑務所から出所した高一は、タマがアキコのために買った。 商売道具のミシンと道夫の給料を力づくで奪っていった。ショックから家を飛び出し、当てもなく列車に乗り込むアキコ。しかし、追ってきた道夫に手話で優しく悟されて、アキコは家に戻ることができた。息子の一郎は精神的に成長し、友人たちにくったくなく母を紹介するようになった。貧しくとも幸せだと手話で語り合うアキコと道夫家族で、 初めての旅行でもと話していた矢先に、不慮の事故で、秋子が命を落としてしまった。妻を失い、絶望する道をしかし、道夫には、息子の一郎という生きがいが残されていた。俗、名もなく貧しく美しく、父と子のタイトルで、1967年5月20日、公開、東京映画制作、東宝配給、平営は、ぼっちゃん社員青春でつふ走れ。 1976年3月8日から5月7日に TBS、花王愛の劇場枠にて放送された。キャスト、編集スタッフ、編集主題歌、編集1980年7月8日から9月30日に日本テレビ、火曜劇場枠にて放送された。キャスト、編集スタッフ、編集主題歌、編集、ありがとうございます。